さあ始まりました、日産プリンス山梨公式チャンネルです。日産プリンス山梨の広瀬です。日産プリンス山梨の斉藤です。あら、またまた斉藤さん、こんにちは。ということで今日やってきますけども、ここで気になるコメント紹介ですね。はい、前回同様ですね、この間のライブでやった、まあ、ネタ提供会議でございますけども、その時の多分書き出さなかったところでちょこっと出てきた文章ですね。はい、これちょっと採用します。はい、制御モードでの比較が見たいですということでやっちゃいますよ。はい、で何の制御モードかっていうと、こちらにも今車ありますよね、新型のエクストレイルです。こちらを使ってやっていくんですけども、はい、ドライブモードセレクターっていうのがついてるんですよね。はい、はい、こちらの G の E フォースっていうグレードを今使うんですけども、はい、その E フォースにドライブモードセレクターっていうのがついてます。オートモードと、あとエコモード、それとスポーツモード、あとはオフロードモードとスノーモードですね。この5つのモードがあるんですけども、実際にですねこちらをこれからちょっと走りますんで、すごく感覚的な話にはなってしまうんですけども、どんな感じかなっていうのをご説明したいと思います。はい、エクストレイル受注受付中。じゃあその前に一回ちょっとこのエクストレイル久しぶりにちょっと簡単に説明させてもらってもいいですか。はい、はい、こちらのエクストレイル、今こちらにご用意があるのが G グレードの E フォースでございますけども、まあ、なんといってもですね E パワー初の 1500cc の VC ターボエンジンっていうのを搭載しているわけですね。発電量も多くて低回転で安定した走行ができるので車も静かですよと。でパワーが必要な時には強力に発電して常に低回転で静かに走るというのがこの E フォースのエクストレイルの特徴です。 4WD の仕様になると後ろにもモーターがついてるんですけども、なんと後ろのモーターの出力が最高出力ですね、これが 100kW、 これオーラとかキックスに乗っているフロントモーターと同じ出力なんですよ。だからそう前のモーターは最高出力が 150kW 出力が出るんですけども、後ろも 100kW っていう出力が出るんですよ。おー、すごいですね。そうですよ、でそれで安定したコーナリングとかを走ってくれるんで乗り心地がいいですよっていうのがこのエクストレイルの特徴です。はい、ぜひですね我々日産プリンス各店舗にエクストレイルの試乗車ご用意がございますので、週末は日産プリンス山梨に来てみていただいてはいかがでしょうかというところです。お待ちしております。はい、でちょっと簡単に説明をしていただきたいんですけども、はい、いいですか斉藤さん、説明してもらって。はい、じゃあまずは基本となるオートモードですね。はい、まずはオートモードなんですけれども、オートモードは EV 車のようなスムーズな加速性能と燃費を両立する通常走行に最適なモードということですね。こうバランスよく、はいはい、配分されているモードになります。じゃあ通常のこういう一般的な道路を走行するモードっていうことですね。そうですね、通常走行の時にお使いいただくのが最適なモードになります。なるほど、とっても分かりやすいですね。次エコモードですね。はい、エコモードは、その名の通りですね、燃費の向上を重視するモードになりまして、他のモードと比べると加速が抑えられてエネルギーの消費を抑えているというモードになります。はいはいはい、あとはアクセルペダルを離した時の回生ブレーキもちょっと強めになっていて、はい、エネルギーの回収も多くするモードで燃費が良くなるモードですね。なるほどですね。じゃあ一般道もエコモードで走った方が今のこのガソリンが高いご時世でいうとちょうどいいかもしれないですね。まあそうですね、はい、ありがとうございます。燃費はすごく良くなります。次がスポーツモードです。はい、スポーツモードはですね、より強いスポーティーな走行に適したモードで、そうですね、加速がすごく力強くなりまして、ね、はい、レスポンスも良くなります。良くなります、はい、はい、レスポンスが良くなる。はい、レスポンスが良くなって力強い加速をしてくれるモードになります。これなんか噂によるとエクストレイルぐらいになってくると
スポーツモードが一番調子よく走れるっていう噂を聞きました。あ、そうなんですね、はい、ちょっと後でやってみましょう。はい、はい、そしたらじゃあスノーモード、モーターのきめ細やかな制御と、はいはいはい、前後輪駆動力の配分により、はい、雪道や凍結路面での発進や走行を容易にするモードとなっています。モーターのきめ細やかな制御により滑りやすい路面でもスリップを抑えて気を使うことなく発進することができるというモードになります。頭がいいわけですね。そうですね、うん、簡単に言うとですよね。前も後ろもモーターだけで走ってますから、はい、電気信号で要は駆動を回してるわけですよね、はい、だからその路面状態っていうのを常に察知して一番最適な多分出力をこう出すような、すごい人間の思っているよりも速いスピードで制御をかけてるんで、多分運転しやすくしてくれるんだろうと予想されます、はい、そうですね、はい、と思われます、はい、じゃあ最後にオフロードモードですね、はい、オフロードモードは、凹凸や段差のある無舗装道路や湖畔、砂地での発進や走行を容易にするモード、はい、ということで、こちらが滑りやすい路面やぬかるみでもスリップが少なく発進し、なおかつ力強く走ることができるというモードになります。なかなかあの未舗装道路っていうちょっと走るシチュエーションはちょっと限られてはくるんですけども、ね、まあ、実際にちょっとオンロードにはなってしまうんですけども、ちょっとオフロードモードの走行は試してみようと思いますの で、 そうです、ね、どのように違いがあるかですね。まあとりあえず四の五の言わず行ってみましょうか。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今ちょっと走ってまいりましたけども、いつもの道ですよ。見たことある人いらっしゃると思いますが、慣れ親しんだ道ですね。山梨版というところで昇仙峡でございますね。これ今あの千代田川っていうところに登っていく道なんですけども、だいぶくねくねしてる道なんでちょうどいいかなと思っていつも選んじゃうんですけども、今オートモードで登ってますよね。はい、まあ、オートモードなんで、まあ、今あの普通に一般道もこのオートモードで走ってきたんで、まあ、そのまま入ってって感じですけども、やっぱりもう強いですからね。もう坂道グイグイですよ。グイグイスイスイですね、うん、でこのエクストレイルの特徴といたしましては、その人間がこう車に乗ってるとブレーキですとかアクセルワークによってこうくるあの体が前後にこう動くじゃないですか、はい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 、これピッチングって言うんですけども、それがないようにモーターで電子制御して乗り心地がいいように感じさせてくれると。なるほど。でこういう大きなカーブで横に触れるこのローリングっていう、まあ、力なんですけども、はい、これもしづらいようにこう前後左右のそのタイヤに最適な比率を与えて、なんていうんですかね、こう曲がりやすくしてくれるがゆえにこう体が左右に触れづらいという。確かにあんまり触れないですね。これね、賢いんですよこの車。あ、はい、で今オートモードで登ってますけども、まあ、全然なんていうんですか、こうエンジン音がうなるような感覚もないですよね。あ、そうですね、ないですよね。言われてみれば全然しますか、はい、でちょっとエコモードにしてみますね。はい、おちょっと抵抗が今感じましたけども、はい、ありました。あ、やっぱ少しこう踏み込むような感じはありますよね。オートモードに比べるとちょっと加速が鳴るくなった感じありますよね。そうですね。でもね、やっぱ元がやっぱ強いんで、エコモードでもこれぐらいの坂道だったらグイグイこんな感じで登っていきますよね。そうですね。いいですね。さすがですね。まあエコでも十分かなとは思いますけども、ちょっとこうブレーキが強くなる分アクセルペダルをこう踏んでる時間が少し多くなるかなっていう感じはあります。なるほど、頑張って撮ってください。はい、山梨はこういう山が多いですからね、まあ、毎回ここ来るたびに行ってるんですけど、この景色いいんですよね。景色いいですね。こういう道はやっぱり走るっていいっすよね。ドライブ、はい、すごいいいですね。はい、斉藤さんはドライブ行きますか？私はあまりしないですね。ちょっと運転が苦手な方でございます、はい、はい、まあ、それはさておき、
でちょっとスポーツモードに変えてみますか。今からね、すごい道来るんですよ。こういろは坂並みの山梨県版いろは坂といっても過言ではないこのくねくねとした道、スポーツモードで登ってみますけども、はい、ちょっとモードを切り替えしますね。はい、これご注意いただきたいのが、運転中モード切り替えはできるんですけども、しっかり前を見た状態で、切り替えていただくのが安全上よろしいかなと思いますので、ご注意くださいね。お願いします。はい、じゃあスポーツモードに今切り替えました。はい、おもう同じ踏み量で言ったら、もう 今ので一気にいっちゃいますよね。ちょっと今びっくりしましたですね。でこういうカーブはまあ今低速で登ってますけども、じゃあここから踏みますよ。はい、結構な坂っすよ今。はい、ほらもうスイスイっすよ。おー、やばくないですかこれ。気持ちがいいですね。そんな踏んでないです今。そんな踏んでない。でここでまた直線になるんで、ぐっと踏んでこういう加速ですね。おいいですね。今ちょっと踏み込んだんですけど、全然うなり音しないですよね。しないですね。この車ね、相当静かっすよ。静かです。これすごいな。改めてやっぱエクストレイルこうやって乗るといいなと思いますよね。結構な坂っすけども、いいですね、余裕っすね。アクセルを緩めるとやっぱり減速ができるんで、こう大きなカーブになる前でアクセルをオフすれば、こういうきっちりなんていうんですかね、曲がりきれるようなところまでちゃんと減速できますんで。なるほど。このまあ、E ペダルではないですけども、いいんですよ。この減速が大きくなるがゆえに、アクセルペダルだけで加減速ができちゃいますから、こういうまた大きなカーブありますけども、はい、E ペダル使ってなくてもこう曲がりきれちゃう。そうですね、今 E ペダルオフですもんね。そうです、 E ペダルをね今オフにしてるんで、 E ペダルっていうのはアクセルオフすると強い制動がかかって、その制動力を使いながら回生ブレーキですね、発電しながらっていう風なモードに切り替えることができますけども、これ今使ってないです。なら今ここに至るまではもう本当にカーブのところは全部アクセルのオンオフだけで今登ってきてる状態なんで、山道にはと持ってこいですね。そうですね、本当に気持ちよく、はい、ストレスなく、はい、走れます ね。いいですね、ドライブに、はい、ぴったりだと思います。はい、じゃあこの後はちょっと違うモードを試してみようと思います。はい、じゃあそれではちょっとここからですね、これ今ちょうど本当昇仙峡っていうまあ観光地ですよね、そこの入り口に向かって今走ってる道を今行ってるんですけども、はい、ここをじゃあちょっとスノーモード、別にちょっと雪道じゃないんですけども、まあ、どんな感じかなっていうのをちょっとやってみますね。はい、じゃあスノーモードに切り替えました。お、今もう入れた瞬間に、今アクセルオフの状態で入れましたけども、グッとちょっとエンジンブレーキみたいなのちょっと効きましたよね。減速しましたね。やっぱり減速はするんですよね。でね、ちょっとね今踏み込みましたけど、グッとこんな今こんな感じで基本、はいはいはい、ちょっとなる緩やかな加速。そうですね、でもエコモードよりかはちょっと力強い感じはしますね。はいはい、やっぱり雪道でこう急加速っていうとスピンする可能性があるから、少し最初を抑えてる可能性ありますよね。発進がそうですよね、抑えられてる感じが、ちょっと滑らかな感じしますね。はい、します。でもいいですね、別に雪道だから使えっていうじゃなくても、ちゃんとこう今アクセルオフでこうグーッと減速するんですよ。しびてますね。はい、今気づいたんですけど、はい、アクセルペダルをオフにするとちゃんとブレーキランプついてんのってよく質問されるんですよね。あ、はいはい、でもちろんその E ペダルっていうのももちろんそうなんですけども、今このスノーモードでもちょっとここ見てもらっていいですか。はい、いきますよ。加速して離すとちゃんと後ろ光ってますよね。あ、光ってますね。だから後ろ光ってるんですよ。おお、なるほど。で E ペダルにしてなくてもちゃんとこう光ってるっていうのは今確認ができましたね。そうですね、はい、減速の度合いに応じてストップランプがちゃんとつくように設定されてますんで、ご安心ください。ブレーキを踏んでいなくてもってことですね。そうですね、ギリギリ止まるぐらいまで減速してくれるんですけども、クリープっていう、まあ、いわゆるドライブにしてるとスーッと前行きますよね、はいはい、普通の車は。だその状態まで行くと一旦そのストップランプの赤い表示っていうのは消えるらしいんですよ。あ、で最後に自分でブレーキをグッと踏んでちゃんとまたストップランプがつくっていう風な仕様になってますから。なるほど、うん、その形でご理解いただければと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあここでオフロードモードいきますよ。はい、どんなんなんだろうね。どうですか。あ、強い、同じ踏み具合でもうグッと加速しちゃう。あ、本当ですね。
あ、ちょっとね、スポーツモードに近い。近いですね。スポーツモードっぽいぞ、これは。やっぱり荒れた道を走るから、ある程度こう、なんていうんですかね、力が必要なんですかね。そうみたいですね。ですね。結構変わりましたね。はい。スノーモードに比べるとだいぶ違いますね、うん、でもスポーツモードに比べるとちょっと減速、そのアクセルオフの時の減速の力っていうのは少し弱めになってる気がします。おお、うん、確かにちょっと惰性が残るじゃないですけど、少し行きますよね。そうですね。今ちょっと平たいとこにいますけども、景色良くなってきましたね。景色がちょっとなんかご覧ください。すごくないですか、このなんか山肌がこう、山肌が岩みたいな。そうですね。ねえ、ここ見れるかな。あ、見れますよ。あ、オフロードモードはでもちょっと面白いかもしれないですね。でも一人で乗ってるんだったらこのオフロードモードちょっと面白いかもしれないですね。あ、でもうん、止まる止まる。ちゃんとやっぱアクセルペダルオフで止まりますから、いいですね。カーブの時とかやっぱ走りやすいですね。うん、Eペダルいらないかもしれない。まあこういうその渋滞がない、ある程度その見通しのいいところですと、うん、多分Eペダルいらないかもしれないですね。もちろんその市街地でこう少し渋滞をするようなとこですと E ペダルが大活躍するんでしょうけど、そうですね、これだけちょっと見通しが良ければ特にっていう感じですかね。はい、じゃあ一回止まりましょう。すごくないですか。すごいですね。なんかあの中国の水墨画とかに出てきそうな山じゃないですか。ああ、確かに。なんかね、この辺だけ雰囲気変わるんですよね。少しこう川の音なんかがしてとっても清涼感のある場所なんで、あのおすすめの場所です。山梨県でドライブ来るんだったらおすすめの場所です。ちょっとこう今みたいなカーブが乱立してるんで、ドライブ好きな人にはたまらない道になってますんで、まあ、スピード出さあまり出しすぎないようにね、来ていただければと思います。で、今上り道を5つのモードで今走ってきましたよね。ちょっとここから帰りますから下りますんで、5つものモードをその下り道でちょっとやってみましょうか。はい。で、同じように E ペダルはオンにしないで、モードのアクセルオフでどれぐらいの感覚で下れるかってちょっとやってみましょうか。やってみましょう。はい、じゃあ行きましょう。はい。じゃあまずはオートモードで行ってみましょうか。はい。オートモードで行くんですけど、まあ、さっきも言ったようにオートモードってそのアクセルオフのそのいわゆる回生の制動力ってのあんまりないんで、そうですね、正直言うとブレーキ踏まざるを得ないのかなっていう、さっきみたいな急カーブで言うとそんな感じはするんですけど、そうですね、あ、やっぱりね、今アクセルオフなんですけども行っちゃいますね。行っちゃいますね。はい。あ、これはですね、ブレーキをした方がよろしいかなと、安全に下るのであればブレーキをした方がよろしいかなとは思いますけど、そうですね、すごい景色ばっかりこの辺に映しても大丈夫ですよ。あめちゃめちゃ景色じゃあいいですか。はい。じゃあここエコモードしましょうか。エコモードで。じゃあエコモードに切り替えます。はい、はい、じゃあ今エコモードにしましたと。はい、はい、エコモードしましたね。あ、やっぱりね、オートモードよりだいぶ効きますよ。効いてます効いてます。アクセルオフで今、そうですね、ちょっと今この先カーブになりますけども、アクセルオフで減速するんで安心して曲がれますね。おお、ブレーキ今踏まない、踏まない、これ止まっちゃうね。止まりそうですね。今完全オフですね。おお、こんな感じで今完全オフの状態でブレーキランプもついてますけども、はい、あ、止まっちゃいますね。これ E ペダルいらなくないですか。いらないですね。いらないですね。この力を利用してその回生ですよね、発電用のモーターの抵抗を使って車を今止めてるわけですよ。なるほど。だから、余計にブレーキに負担がかからないし、ブレーキペダルを踏む機会っていうのはこれで少なくなりますから、安心してこの坂を下ることができるわけですよね。そうですね。はい。
ちょっとスポーツモード変えてみますね。はい。うん。スポーツ。あ。ちょっとグッと行きますよね。行きますね。行ってこのカーブの手前で離すと、ああ効きますね。あ、効きますね、スポーツも。だからこれスポーツモードと、まあ、エコモードもそうですけど、はい、この、まあ、アクセルオフの制動が効く方が、そのいわゆる止まるエネルギーを変えてるじゃないですか。変えてます。電気に。はい。エコなんですよ。なるほど。エコなんですよ。燃費が良くなると思われます。そうですね。はい。こういうちょっと大きなカーブですけども、Eペダルなしでもこんだけ減速しちゃうんで。いいですね。いいですね。今ちょっとこのエネルギーモニター映してもらっていいですか。はい、ちょっと僕見てないんですけども、多分あの僕がアクセルオフしたりアクセルオンしたりでチャカ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 光ってますよね、タイヤとか。タイヤもでアクセルオフでブレーキランプもちゃんと光ってたりですとか。そうですね。でアクセルを踏むとこう動力がいったり、はいはいはい、少し離そうもんならもうすぐこうタイヤにピカピカ光りますけども、本当にあのすごい細かい電子制御でその路面の状態ですとか運転者のそのしたいことっていうのを察知してタイヤに最適な配分で動力を伝えてこう曲がりやすくしたりとか加速しやすくしたりとかしてくれてるわけですよ。賢いですね。何その間は何の賢いね。多分ここ、感動しました。ここにいる誰よりも賢いと思います。あ、やばい。僕含めて。すごいですね。じゃあスノーモードいきますか。はい。スノーモード。下りのスノー、おお。あの、うん。スノーモードは少しスポーツよりもこう加速がなるくなる分、変えた瞬間には少し抵抗を感じるんですけど。そうですかね。あ、結構やっぱり。強いのかな、こうアクセルオフの時の力が強いような気がしますね。ほらグッと。ああ、結構確かに電気力がさっきよりもあります、はいはい、ですね。何がすごいっていずれのモードでこう切り替えながら下ってるじゃないですか。はい。まあ、上りの時もそうなんですけども、今前に車がいない状態で走ってるがゆえにそうなのかもしれないですけども、はい、ブレーキ踏んでねえっすよ。あの、この下りで。そう、公衆弁で言うと今のところブレーキを踏んじゃインツコン。なるほど。はい。この間ライブで公衆弁喋ってなんて言われたからちょっと使ってみますけど、違和感しかないですね。そうですね。喋れって言われると無理だよね。喋れ意識すると、こんな風に言ったって喋るんだにって。あ、ね、そうです ね、 ね、ちょっともうちょっと下っていきましょうね。はい、はい、じゃあちょっとここからお帰り方面に行きますよ。はい、ここはちょっと一旦停止なんでちゃんとブレーキを踏んで止まります。はい、まだ踏んでないです。ここで初めて踏みます。はいはい、はい、ちゃんと確認してですね、行きましょう。今一時停止の、そうですね、出てます。交通ルールを守る系 YouTuber ですから。守らない系 YouTuber 逆に聞いたことないですなるほど、あんまり良くないですね。はい、安全運転もお願いします。安全運転がですね、はい、じゃあ今ここでオフロードモードに変えます。はい、うん、おお、Eペダルじゃないですね。ない。だから例えばこういう道路でも今40キロ道路なんですよ。はい、40キロ規制の道路なんでやっぱりスピードって出過ぎちゃうじゃないですか。そうですね、どうしても。うん、だからこの私のような交通ルール守る系 YouTuber じゃないですけども、はい、交通ルール守る系のしっかりとしたドライバーの皆さんにもこう出過ぎてしまう、スピードが出過ぎてしまうような長い坂道なんかで、はいはいはい、やっぱりこのまあ、5つのモードうまく使い分けていただいてブレーキをあまり踏まないように運転していただくっていうのがとってもよろしいかなと思いますよね。いいですね。はい、こういうちょっと大きな坂道の大きなカーブでも、カーブでも
ブレーキを踏まずにアクセルペダルのアクセルワークのみで曲がれてしまうと。こういうやっぱドライブ最適な。ほうとうだって、ほうとう。ほうとうが言ってます。ね、ぜひ山梨に来たらほうとう屋さんに行ってみてはいかがでしょうか。お家で食べるかな。そう。大体こう、まあ、各家庭にもよるかもしれないですけど、余り物じゃないですけども。ああそうですね、野菜を、うん、大体野菜の余ってるものをこう入れたりして、で地域によってですけど、まあ、ほとんどの地域かな、かぼちゃマスなんですよね。あ、入れますね。ですよね。うちも入れます。かぼちゃボートなんてよく言いますけど、そのかぼちゃのでこうとお味噌の汁に溶け込んだのが甘くてね。そうですね、ちょっとこうドロッとした。多分山梨県内でも8割9割が多分かぼちゃボーかぼちゃマストじゃないかなっていう気がするんですけど。ですかね。はい。そういえば久しく食べてないですね。私もでも最近食べてないです。今晩はちょっとほうとうにしてみましょうか。ほうとうの麺を買いに行かないと。はい、じゃあね、お店に戻りましょうか。はい、はい、戻ります。はい、ということで帰ってまいりました。あのご感想をちょっと教えてください。あ、結構やっぱ違いましたね。頭では それぞれ走行モードで違うっていうのは分かってたんですけれども、違いましたね。違いましたね。はい、僕もあのここまで明確にちょっと違いが出るとは思わなかったんですけど、はいはいはい、ただあくまでもやっぱり私の個人の感想だったりする感覚的なものだったんで、特に数値化して紹介してるわけじゃないですから、やっぱ実際に試していただきたいなということもありますので、ぜひこの9月は日産プリンス山梨各店でエクストレイルの試乗受けたまわっておりますので、気になる方は日産プリンス山梨まで来ていただきたいなと思います。はい、お待ちしております。はい、じゃあこの動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。またあのインスタグラムもやっております。採用のインスタグラムもやっております。概要欄に貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。キラリン。はい。